あのなんか前回にその AI の支配、シンギュラリティとか言われたり、の AI の支配っていうのがなると思いますか、思いませんかみたいな話がちょこちょこあのまあ聞くことがあるんですけど、そもそも AI の支配になった時に人は不幸になるという前提がなんかみんなあって聞いてる気がするんですよね。の AI の支配になったら人は不幸になるんだっていうのがあるからなんか AI の支配も来るんですかとか、AI の支配がいつ頃になりますかとか、どういう形で始まりますかみたいになるんですけど、 あの、AI の支配になった方が、僕、若い人は幸せなんじゃないかなと思ってるんですよね。で、じゃあ今の、じゃあその日本は、えっ、ー、と、誰が支配してますかっていうと、あの、まあ、 権力機構で行くと国会議員の人たちが支配してるんですよね。だからその国会議員の人たちが法律というのを作って、で、その法律の中で政治家の人たちっていうのはコントロールしていますと。なので、じゃあ、例えば若い人が働きました。で、えっ、ー、と、なんか、給料の15%ぐらいのとかを社会保険料として取られて、で、働いてる会社もその社会保険料として同じぐらいの額を払ってますと。なので、実はその人に対して、あの、給料として、えっ、ー、と、ま、手取りでもらうかとは違うんですけど、 まあ例えば、じゃあ、その、割と優秀な人を、じゃあ、月100万円で雇ったとしましょうと。で、会社が、じゃあ、この人に100万円使おうってなって、一応、100万円分の経費っていうのになるんですけど、実際にはまず、その給料の15%分ぐらいは、まず、会社側の国民年金分としてもあの年金、厚生年金分として持っていかれますと。 で、えっ、ー、と、85万円が、じゃあその額面上の給料ですよってことになって、で、85万円のうちの15%ぐらいが、じゃあ社会保険ねって言って持ってかれますと。で、その後に所得税とかっていうのが取られて、で、まあ月100万円ぐらいだと、大体あの所得税とかで、えっ、ー、と40、40%ぐらいは取られちゃうので、 で、そうすると、えっ、ー、と、1000万円ぐらいで40%あるので、まあ40万円ぐらいがまあ持ってかれますと。で、社会保険料って40万とか持ってかれて、で、手元になんか35万円ぐらい残るのかな。 で35万円ぐらい残って、住民税とかでまたなんか10%ぐらいとか取られて、で、その30万円ぐらい手元に残るんですけど、何かを買うときに消費税を10%払いますっていうので、なので、実質的にその,あのお金を持ったとしても消費税お金減らしてしまうので、実質的に買えるものの額でいくと、月にじゃあ100万円分ぐらい会社が払ってたとしても、その人が買える額っていうと、20万円ぐらいしか月にありませんよっていう状態になっちゃうんですよね。 でそうするとその、まあ、半分以上で7割、8割は自分以外の人が使うお金を稼いでることになるわけじゃないですか。 で、さらにその稼いだお金でも家賃を払いますみたいになって、なんか大家さんにお金を払いますみたいになるんですけど、で、まあ大家さんっていう人がなんでじゃあそこの土地でそのなんか財産を持ってた、その,あの不動産っていうのを持ってたかっていうと、あの長年そこにたまたま住んでた人が土地をこう遺産として引き継いで持ってましたみたいなので、そうじゃあ例えば原宿っていう土地は割と今高い値段でこう変われてたりするんですけど、もともと戦後の時って原宿って誰もその土地主がいなかったので、線引いて、ここ俺の土地なって言った人の土地になってたっていう場所で、 でそこのなんか先祖大体お父さんがじゃあそのロープを張って自分の土地を作ってでその子供がそれをあの遺族として継承してでなんかアパートを借り、ま、作りましたでそこにじゃあ,あの若い人がこう働いて家賃を払いますっていう状況でなのであの人がひたすら一生懸命働いてたとしてもお金バンバン持ってかれるよねっていうのが今の状況なんですよで今のじゃあ政治家の人たちのほとんどって60歳以上のおじいさんでまあ、ほぼ男性であるとなのであの現状はおっさん支配なんですよね でじゃあ AI の支配になったら何が変わるかっていう話で,で AI の支配になり始めた頃に多分 AI にその目標を決めることになると思うんですよね。要は AI さんこういう結果になるような政策をやりましょう。 例えばじゃあその経済成長をさせたいですっていう目標を決めたとして、じゃあ経済政策、その経済を良くするために補助金を出すだったりとか、減税をするだったりとか、クールジャパンみたいななんかアニメとかやってる産業に補助金出しましょうみたいなのを AI が最適な形で設定をするはずなんですよ。要はその経済成長がいいよねとかって何かを言わないと AI ってそのあのゴールが決め,められないので、で、多分経済成長いいよねってなると、 結果として少子化対策を AI はやってしまうと思うんですよ。あの、世界中のデータを見ても、経済伸びてる国って、あの、人口が増えてる国なんですよ。あの、人口が減少してる国で経済が増えてる国って、その一時的にありますよ。なんか戦争ですげえ人が死んだけど、あの、その後急成長しましたみたいな。 あの戦後の日本とかであのいやボッコボコに人が死んであの国中ぶっ壊されたからそのおかげであのいろんなもの作らなきゃいけないから経済復興しましたとか何かその特殊な戦争がありましたみたいな条件は別にしてその通常平和な状態でで人口が減っっててていくく国って経済的には縮小していくんですよなのであの子ども増やした方がいいよねっていう結論を多分出して少子化対策を AI ってしてくれると思うんですよ。 っていうのがあって、それ今のそのおっさんたちって頭が悪いので、少子化対策をしない方が日本にとって得だって信じちゃってるんですよね。なので、あの子供が減ってる方がいいよねと。要は子供に金使うぐらいだったら、高齢者にお金配ってる方がいいよねっていう結論を出してしまうのが今の日本なので。なので、そのオミクロンがすごい流行ってますけど、じゃあもうオミクロンこんだけ流行ってるんだから、あの飲食店とか自粛したりとか、 なんか営業時間減らしししたととかですよもうしょうょょがないでしょうとだってもう家庭でそうのバンバンオミクロン広がってるし普通の職場で広がってるわけだから飲食店の時短営業をしてオミクロンが止められるわけないよね。そうなのまあ、時短営業でオミクロンを止められた国がそもそもないのでそれは他の国にても無理でしょってわかるんですけど。 ただその高齢者の方から見ると、なんとかしなきゃいけないよね、高齢者対策しなきゃいけないよねっていうふうに見えるので、で、高齢者はじゃあその高齢者対策してくれる岸田政権を応援するっていうのがあったりするので、結果として若い働いてる人たちっていうのが、あの、働けなくて苦労してて、大学生とかも大学を通えなくてあんまり勉強できないよねっていう状態で、で、他の国は経済回してる中、日本だけはこう自粛して鎖国してる状態になるっていうのがずっと続いてるんですけど、 それだったら僕 AI に任せてる方がよっぽどマシなんじゃないかなと思うんですよね。で、一時的なんですけど、あの、株価の下落率がリーマンショックを超えたんですよね。まあ、たまたま一日だけかもしれないんで、リーマンショックの前ずっと下がり続けたんで別なんですけど、まあ少なくともあの、一日の株価下落率でいくと、今までの日本の株式市場一番大高い下落率を記録したんですよ。まあ、あの、その株式マニア的なところでは岸田ショックって言われてるんですけど、で、 あのこれ別にあの予想の範囲内だったんですよね。要はその経済止めたら株価下がるよねと。でその他の国とかアメリカとかってそのある程度じゃあそのもう経済復活してる部分ってガンガン金回しててでも人手が足りねえよと。で働く人全然いないっすよで、ね、働きたいって言うとなんかそば屋だけど時給2500円になりますみたいなのでなんかすげえお金がインフレしてるんですよね。 いや、その物価も上がるし、労働者の給料も上がるっていうのはバンバンなんですけど、日本の場合は経済増やしません、回しません、給料も増やしませんってやってて、なので物買いません、株価下がりました。まあ、それはそうだよねっていう。っていう状況なんで、なんかその AI とおっさんの支配でどっちが幸福なのっていうので、なんかその AI の支配が良くないっていうふうに考える人が割と多い気がするんですけど、果たしておっさんの支配が続くのと、 AI の支配続くの、どっちの方が幸せなのっていうのが、僕はなんか AI の方がいいんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとじゃあアンケートを取っています。はい。えー、80%、はい。圧倒的にあの、おっさんよりも AI の方がいいよねっていう。なので、あの、その事実をベースにして、あの、もう機械的に判断していくっていう方が、僕は若い人にとってはいいんじゃないかなと思うんですけど、はい。こうやってなんかね、AI 支配を受け入れる。 なんかあの奴隷を作っているひろゆきってやつは悪いやつだっていうのはあの皆さんいろんなところで方々で広めていただけるといいんじゃないかなと思います。はい